液面の膜が湯葉である。湯葉料理の一例。中央はだし汁を吸った湯葉巻き。左下は湯葉の肉包み。湯葉料理の一例。湯葉の刺身。湯葉は大豆の加工食品の一つ。豆乳を加熱した時の表面にできる薄皮でよく、吸い物の具として使われたり、刺身と同様にそのまま醤油などをつけて食される。精進料理にも欠かせない伝統食材である。 豆乳を加熱したとき、ラムスデン現象によって液面に形成される膜を、竹串などを使って引き上げたもので、植物性タンパク質に富む精進料理の材料である。豆腐との最大の差は、製造方法である。豆腐はにがり等の凝固剤を使用して、大豆の植物性タンパク質を凝固させたものであり、湯葉は凝固剤を使用せず、加熱により、大豆のタンパク質が、 熱凝固したものである。凝固剤を使用しないため、大豆から製造できる量は、豆腐の約10分の1程度と少ない。精進料理の材料の一つとして、日本の湯葉は約1200年前に、最長が中国から仏教、茶、湯葉を持ち帰ったのが、初めと言われ、日本最初の湯葉は、滋賀県を打つ市に位置する、比叡山の天台収宗本山の延暦寺に伝わり、 比叡山六の坂本にわらべ歌、山の坊さんな肉うて暮らす、湯葉の付け焼き、低辛坊として歌われたことが、歴史的な記録に残っている。湯葉は、バーの名であり、黄色くシワのある様が、バーの面皮に似ていることからそう言われるようになったとの、俗説がある、山、東京伝、骨董集。日本で最初に、湯葉の伝わった、比叡山、例の京都や大見。 古社寺の多い山と、そして日光、美信といった古くからの門前町が産地として有名で、京都と山と美信では湯葉、日光では湯葉と表記する。日本では引き上げた湯葉を生湯葉と呼び、料理の材料にするほか、刺身と同様にそのまま食べる。また、ふ茶料理でもよく使用される。京都の湯葉は幕の端に串を入れて引き上げるため一枚なのに対し、 日光の湯葉は、膜の中央に串を入れて二つ折りにするように引き上げる、ため二枚重ねとなる。このため、京都のものは薄く、日光のものはボリューム感があるものになる。身ノでは湯葉を何枚も重ねて固めた、各湯葉も作られている。また、関西の湯葉は生、または自然乾燥させることが多く、日光は生、または油で揚げられることが多い。 生湯葉の他に生湯葉を乾燥させたもの、半乾燥の状態のうちに巻いたり、結び目を作ったものなど、様々な種類が市販されている。巻いた状態のものは、吸い物の具にされることが多く、シート状のものは、またして各種の湯葉巻き料理にされることが多い。中国では、シート状に干した深輪と棒状に絞ってから干した不畜が多く、日本の湯葉のような、 巻いた形状で市販されることは稀である。結んだ状態の深ケ結は中国でも作られている。石膏省の甲州は深川の産地として知られており、名物料理の一つに湯葉を素揚げにした諸作響きずという料理がある。台湾では豆川と呼ばれており、ウリンケンの西ラチンとギリザとは豆川の産地として知られている。 甲州でよく見られる関東料理の転身として、豚肉、椎茸、人参などの標識切りを湯葉で巻き、オイスターソースなどで煮てから、せいろで蒸した、仙茸まくり、仙茸札、深輪まくりがよく食べられている。府地区は、河南省の長久津府地区、湖南省の栄光府地区、厚生地湾属児地,地区の慶林府地区など、各地に産地が点在している。富地区は、 湯で戻して、煮物の材料にしたり、鍋料理の具として食べられることが多い。ありがとうございます。